きょうの東京株式市場で日経平均株価は取引開始直後に3万8800円を上回りバブル経済期の1989年末につけた終わり値の史上最高値3万8915円に迫りました。日経平均株価きょうも大きく上昇し史上最高値まで100円を切る場面もありました。 日経平均株価は大幅に促進し、上げ幅は一時700円を超え、1989年12月につけた終値の市場最高値38,915円に迫りました。前日のアメリカ株高の流れを引き継ぎ、一時半導体関連株に買い注文が広がり、相場を押し上げました。